Ready to eat 始まるよ。この前、ジャネットに作った中華がゆが美味しかったので、また作りました。今日は鶏肉の皮と骨ともち米を入れて、おかゆを作りました。おかゆに卵とポン出汁とごま油と塩を入れて味付けをします。私は卵がゆに胡椒をたくさんかけていただきます。今日はアメリカとメキシコの動物の医療費について話したいと思います。友人の大型犬の犬が足に怪我をしてしまいました。アメリカのサンディエゴに戻り、犬の足の手術をしてくれる動物病院をいくつか訪ねました。その結果、アメリカの動物病院では少なくとも12,000ドルかかるそうです。日本円にすると約172万円になります。そうなんです。アメリカの医療費は動物も人間もとても高いのです。友人はメキシコに戻ってきました。そしてこの町にある動物病院に犬を連れて行って手術ができるか尋ねました。すると医院はもちろんと答えてくれました。恐る恐る友人は医療費はいくらですかと聞きました。すると獣医は答えました。500ドルです。友人は耳を疑いました。それもそのはずです。アメリカでは12000ドルかかる手術がメキシコでは500ドルで受けることができるのです。友人は大喜びです。今日は動物クリニックでスモーキーの爪切りと肛門腺絞りをしてきました。両方合わせて料金は5ドルでした。ここでアメリカとメキシコの動物医療費について比較してみたいと思います。私の経験上、アメリカで爪切りと肛門腺絞りをすると、爪切りは12ドル、肛門腺絞りは40ドル、合計金額は52ドルでした。一方、メキシコではたったの5ドルでした。アメリカとメキシコの医療費にかなり差があることがわかります。今夜の食事はコーンポタージュにします。コーンポタージュと食パンを一緒に食べます。最後の動画になりますが、タイトルは猫のつぶやきです。お前、俺が家に来るといつもうろ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 するな。そんなに俺のことが気になるのか。縄張りを張ってんのか。どうしな。それともそんなに俺のこと好きなのか。仕方ないな。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。 Good night。